浜松市内かなり雨が強くなってきましたねはい夕方から活発な雨雲がかかり始めました現在西部には大雨警報が発表されていて、はい、土砂災害に警戒が必要でそして道路の冠水低い土地の浸水に注意警戒が必要です、はい、現在の雨雲レーダーの様子を見てみましょう今日午後になって三重県や愛知県で大雨を降らせた活発な雨雲が徐々に東へと進んできましたはい 現在西部や中部で活発な雨雲がかかっていて、うんはい、一部では滝のように降っているところもあるほどです、はい、では台風進路図ご覧ください午後3時の時点で室戸岬の南南東およそ170キロの海域を北に進んでいますこの台風は明日の朝から夕方にかけて県内に最も近づく見込みですこの台風の特徴としましては雲の様子を重ねてみますと、はい 中心付近や南側にあまり雲が広がっていなく、はい、北に活発な雨雲が広がっているということが挙げられますこの予報への中心よりも前に上の方に雲があるんですねはいつまり中心が近づいてくるまでピークが続いていくということが分かります、はい、では雨の予想を見ていきましょう午後7時から時間を進めていきます 明日の朝にかけて荒れた天気のピークとなっていくでしょう、はい、活発な雨雲が朝にかけて断続的に県内に流れ込んでくる見込みです落雷や 竜巻などの激しい突風にも注意が必要でしょう明日の朝にかけては安全な場所で過ごしてください昼頃になると天気が回復します予想される雨量、今夜は1時間に多いところで50ミリ明日になると60ミリとさらに雨足は強まる見込みです夕方にかけての24時間雨量は多いところで250ミリ土砂災害などに十分な警戒が必要です